マリー・ガブリエル・カペは、新古典主義のフランスの画家である。アデライド・ラビー・ギアール、二人の弟子マリー・カペ、カロード・ロズモンと一緒の自画像1785年、メトロポリタン美術館像、マリー・ガブリエル・カペ、1800年のラビー・ユギアール、晩餐のアトリエで1808年、ノイ・エピナコテーク・マリー・ガブリエル・カペは1761年に、使用人の娘として生まれた。 1781年、20歳の時に、アデライドラ b ー r の運営する、女性のための美術学校で画家になる勉強をするために、パリへ旅立った。同級生にマリー・ベクト・アール・ダブリルとカロード・ドロズモンが、いた。その後、数点のデッサンとパステル画が、サロン・デ・ラ・ジュネスに初出品されたが、若い芸術家はまだ無名であった。その後の2年間で彼女は油絵に熟達し、 1783年と1784年に油絵による最初の自画像を作成している。国立西洋美術館所蔵の自画像はこの頃描かれとみられ無名の美術家たちの作品を公開する機会となっていた青年美術家展に出品された作である可能性が高い。そしてまた1785年からカフェの大きな作品がサロンデラ・ジュネスに展示された。 同じ年に2枚の絵が役員によってサロンでラコリスパンデンスに送られ1786年に1枚のパステル画が展示された彼女の作品は公表を終えラビーギアールの弟子であることも手伝って作品を依頼されるようになった彼女の肖像画の主なものにフォンテーヌ・ブローの管理人の妻のロンロイスジ人オラトリオ会の総長モイセット神父 アデライドラ・ビー・アールも描いたアデライド王女とビクトワール王女などがある。1791年フランス革命の影響でサロンが女性にも開かれると彼女はそこに出品した21人の女性画家の一人となり細密画を出品した。これにより彼女は職歴の最後まで有名で以後1814年まで継続的にサロンで作品を発表している。エティエンヌ・エリアス 弁護士のニコラス、ピエール・ベラ・イヤー、劇作家で裁判所メンバーのマリエ、ヨゼフ・シェニなどのいくつかのパステル画の肖像画は、個人の注文によるものである。カッペは、しばしば、フランソワ・アンドレ・バンサン、アデライ・ドラ・ビー・ールをはじめとして、ジョゼフ・マリー・ビアン、ジョゼフ・ブノワ・シュバ、ジャン・アントワーヌードン、エティエン・ヌ・パリエール、シャルル・メニエなどの大作をしている。 マリー・カペは1781年以来師匠のアデライドラ・ビー・ギアールと同居しており、1799年にギアールが彼女の死であるバンさんと再婚した後は3人で、ルーブル宮殿に1802年からは現在のフランス学士院に住む。ギアールが病気になった時、カペはギアールが1803年に死ぬまで管理をし、 その後も単身になったバンさんが1816年に亡くなるまでその隣人、友人であり続けた。1814年から彼女は歴史画に取り組み、健康の女神ヒギエアの神話画を描いた。この作品はドクター・モロー・デラ・サートに売却されている。彼女の最後の油絵作品とみられるデイメツ・プジンの肖像は1815年に描かれ、彼女の手元に置かれた。 彼女は1818 18年にパリのラベー通りで死去している。現在確認されている作品数は多くない。パステル画やミニアチュールはフランスやアメリカの公共美術館にも含まれるが多くは個人コレクションに収まっている。油彩はさらに少なく国立西洋美術館ノイ・エピナコテークの他はディジョンの美術館に女性肖像画が見られる程度である。 ありがとうございます。